それではお待たせしましたし白木住子さん緊張しながら4名分お待ちいただきましたが <laughs> お待たせいたしました5番目のスピーカーさんになりますよろしくお願いしますおはようございます恵比寿旅の白木住子と申します今日はよろしくお願いしますえー、っと私は旅屋を継ぎましたえー、っと江戸時代から続く旅屋でして えと創業が万円2年えと今年で158年目になります<で>、まあ、一応有名なメーカーっていうことなんですけれどもでもあの着物を着る人じゃないと分かんないメーカーなんですよねでも、えー、ともとは私はデザイナーをしてまして大学を卒業するタイミングから 広告制作会社に入りましてその後広告代理店博報堂に入りましてでその後フリーランスとして13年間あのいました。えー、ともともと、えー、ちょっと待ってくださいね緊張してますね <laughs> と13年間あのフリーランスで働いてたんですけれども えと10年目になってもともと代理店から仕事を依頼されることが多かったんですけれどもあの企業さんから10年フリーランスで続けていたら本物だろうということでどんどんメーカーさん直であのお仕事が依頼されるようになりましたもともとはデザインの仕事からメインだったんですけれどもそれからあのプライベートブランドの立ち上げですとかあの そういっうた仕事をするようになってである日うちの親からもう会社を廃業しようと思っていると言われちゃったんですよねで。で有名なメーカーのはずなのになんで廃業しなきゃなんないのって正直思ってで実際もう他社さんの底上げ事業とかっていうのをしていたのであのまあ 自分のところの会社の,立ちあの底上げをしな,いしないまま終わっちゃうっていうのはどうなんだろうと思って一度会社を見させてほしいって言ったら、まあ、悲惨な状況で <laughs> でもあの東京オリンピックも来るしなんとかなるんじゃないかって思ってもともとデザインでプライベートブランドを立ち上げとかやってたので。 今までになかっったよよううなな皆さんが欲しいと思ってるようなものを作ろうと思ったんですねでこれがふわもこレース旅っていうんですけれども旅って、まあ、布2枚なので冬とかめっちゃ寒いんですよねで冬にあったかい旅があったら売れるだろうみんな欲してるだろうと思って作ってで旅の底も白いんですよね。 じゃあ普通に歩いたらそこが黒くなっちゃって汚れれが取れないんです世の中できれいに落ちるたわしはないのでそれも作っちゃったんですよねサボテンの繊維であのシャツの襟足汚れとかもすごく取れるんですけれども旅、えっと、の新しい新商品っていうのはいくらでも考えれるんですけどあの着物業界だけを見てると経営 成り立っていかないっていうように感じたので、経営が成り立つような商品を作んなきゃで、もともとのあの旅屋を残すためにも、何か新しいことをしないとダメだと思ったんですよね。で、一商品をかんあの開発するんじゃなくて、文化を作りたいってちょっと大それたことを <laughs> 思ったんですよね。あのー、コカコーラがサンタクロースのユニフォームを赤にしたように。平賀源内が。 あの土用の丑の日を作ったようにあの今、私履いてるんですけれども見えますかね <laughs> と。と、こういう明日らしい旅を作りました。で、あのその時代に合ったような商品を作んなきゃあの生産が回らないんですよね。 もともとビーチサンダルとか普通にサンダルとかあると思うんですけれどもあれってあのお雑り下駄から進化したものなんですよね。じゃあ,あの旅でも同じように世界中で広まっていくんじゃないか。もともと足の構造でアーチができあるんですけれども今あの靴が進化して。 足の筋肉が退化しちゃってるんですよねアーチもなくなくってるんでですよねでもこれを履くことによってそのアーチが生まれて疲れにくい足になるっていうあの特徴があるものでもう履いてても本当に気持ちいいでこれで世界を目指そうかなと <laughs> 今は楽しんでますこれはくるぶし丈のくる旅っていうんですけれどもこれもスニーカーじゃないわえっ、ー、とサンダルに 合わせて履いていただけるような商品として作ったものですね。もともとは江戸時代に、えー、と船遊び貴族が船遊びをしてた時に履いてたものの復刻なんですけれどももともと私はあのデザイナーが転職だと思って暮らしてました。でデザイナーをしながらあの、まあ、企業のコンサルさん コンサルトとしての仕事を求められるようになって今は旅屋として生きてますで要はどこまで本気になれるかバカになれるかっていうところなんだと思ってて今は本当に旅屋としてバカしてます <laughs> でえー、っとまあ旅屋としてもともとは日本の世界ですけどこれが世界で旅小旅とか言われるような 普通にメジャーな商品としてあ,のあったらいいなと思ってます。でこれから海外に出たいとかって言うんですけどコネとか何もないので <laughs> もし終わりでしたらぜひ声かけてください <laughs> ガッツだけはあるので <laughs> よろしくお願いします。ありがとうございました だいぶ緊張しなさってましたか <laughs> もうリラックスしていただいて <laughs> 大丈夫ですあの。なんて言うんですかねこう自分の持ってるものと今あるものを、まあ、掛け合わせてあの新しいものができるっていうところに何かこうすごく面白いなと思って聞いてたんですけれどもああのワクワクってやっぱり本当に大事で、うん、仕事をする上でどんな仕事をする上でもそうだと思うんですけどたくさんこういうデザインを考えたりとかワクワクすると思うんですけど白木さんが こう一番今ワクワクしてることってどんなことですか？えー、外国の人が此度を生えてる姿ですかね。もうその未来を想像するって感じですかね。あ、すごい夢がいっぱいですね。<laughs> 夢作んなきゃねそうですね。本当に今日ははい、本当そうだと思います。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。 今日は本当に皆さんこう、ね、前を見るとかこう動いていくとかそういうお話をしていただきました。ありがとうございました。